はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回ね、この2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあこの転がす問題、1番の方ね、まあ、2番も有名なんですけど、1番はおそらく学校のワークか塾のワークか、みんなが持ってる問題集のどっかには必ずあると思う、この1番で。どういう問題かっていうと、底面の半径が4センチの円錐、つまり中心角とはここが4ね、半径が4の円錐を、頂点を、ここを固定して、コロコロコロって転がしていく。そうすると円錐って転がすと回ってくるからさ、円で。ぐるっと回ってきて、ちょうど3回転した時に元の位置に戻ってきましたと。じゃあ、円錐の側面積出してね、という問題になります。で、円錐の側面積なんで、展開図考えて、扇形でって攻めてももちろん大丈夫なんですけど、円錐の側面積って、まあ、テスト対策でね、やってきたように、公式があると。で、ちょっと書いておこうか。円錐の側面積は、母線かける、半径かける、パイ。これで求めることができます。で、今、半径ってのはこれ、底面の半径ね。4って分かってるから、ここ4なんだよね。で、パイはもちろんそのままでいいから、じゃあ、あと、母線さえ分かっちゃえば、あ、これもいけんじゃん。っていう、まず、目処が立ちます。いい？じゃあ、母線どこかって言ったら、母線ここだよね。で、X って置きましょうと。じゃあ、よく見ると、この半径、まあ、半径でごめん、半径で言っちゃった。母線 X は、通ってきた外の道。これ、横に、斜めにこうさ、円が潰れたみたいに書いてるけど、回してきたのは円だからね。じゃあ、書き直すと、これが通ってきた道です。この部分がね、こうあって。で、それの、今半径がここが X になってる状態。上から見るとね。で、じゃあこの X を求めたいと。じゃあどう出すかっていうと、今、この円だけ、こっち無視してね。この円だけ考えたら、円周って直径かける π でしょ。今半径 X になってるから、直径は 2X。つまり、円周は 2x かける π。直径じゃない、ごめん。円周。は 2x かける π、2xπ だね。いいかな？と置くことができる。円周はね。で、それが、ちょっと色2個使います。この部分あるでしょ。元々の、円錐の底面の。こいつが3回転した時にちょうど元に戻ってきたってことは、この青を3個分したもの、この青が3回回ってきてるからさ、3個分したものがこれと全く同じになるはずなの。3回転して元の位置に戻ってるからね。じゃあ、この部分、この青ね、底面いくつかなって考えたら、これも底面は円だから円周でしょ。直径かける π です。で、今、半径4って、ここ置いてあるから、直径は8。ここね、これ直径8だと。だから、8π。かける、それが3回転分だから、24π になります。この青の方はね。で、さっきも言ったように、これが3回転したものが、これと同じになる。通ってきた道とね。なるはずなので、これとこれイコールで結びます。そうすると、つまかれちゃおうか。2x かける π イコール 24π。で、両辺にね、π があるときは先に π 切りしちゃってください。そうすると、2x イコール24だから、x イコール12と簡単に出てきます。これが半径ね。ここの。まあ、半径が母線だね。で、母線をもうゲットしたので、もうこれはもろだと。側面積は、母線が12かける、半径はこっちね。底面の半径だから、4かける π なので、48π
単位つけるんだったら平方センチメートルと。これで終了となります。なので円錐の側面積って言われたら、これ使うとすごくね、時間短縮にもなるし、計算量も減らすことができるので、ぜひね、これ使ってみてください。まあもちろんね、普通のちゃんとした解き方の方が楽だったらそっちでも構わないんですが、まあ選択肢の一つとしてぜひね、覚えておいてもらえると助かります。では次行きましょう。で次ね、ちょっと久々に回転体持ってきました。この図形ですね。これはもともと円があった時の円の4分の1ですね。いい？それを直線 L を軸として1回転ぐるぐる回すと、その時できる立体の表面積と体積をそれぞれ求めなさいという問題です。で、ここ L があるんで、これを中心に、軸にしてぐるぐる回します。で、何ができるかっていうと、これは半球ができます。半球。つまり球の半分ね。ヘルメットみたいな状態。もうまん丸の球、ボールね。球があるんだけど、それを真ん中でスパンって切った上半分です。いい？で、これすっごい書くの苦手なんだけど、まあ状態、からすると、これちょっと大きさ合わせないよ。ああ曲がったけど、まあこんな感じ。半球ね。で、これはもう体積は簡単なの。半球の引っ掛けはもう表面積だから、こっちで引っ掛かるだけなんだけど。で、なんでかっていうと、半球ってさ、もう名前通り球の半分でしょ。つまり体積なんて、球の公式使って2分の1半分にすればいいだけだから、速攻倒せると。つまり、体積からいこうか。でね、今回なんでこの問題自分がここにね、使ったかっていうと、球の公式って結構定期的にやらないと忘れちゃうんですよ。で、テスト対策一回入れたんですけど、ちょっと前にアップしたものなので、ちょっと入れてみました。ぜひね、シリーズで見てる方は、復習になっていいかなと思ってね。で、球行きましょう。私のせいで書くとこがなくなったというね、どうしようかな。ここ右は計算使いたいんで、これちょ、消すか。ね、で、先に確認しよう。これできて、くるくる回したから、元々の3はここね。これをくるくる回して、ここが3になってると。つまり半径3ってことを覚えておいてください。いいかな。ちょ、消したらね、公式乗っけてるのが多分、使いやすいと思うので、見たときにね。球の公式です。表面積と体積両方それぞれ行きましょう。で、体積がちょっと出したいので、体積公式行きます。で、まあ、こうですね。3分の 4πr3 乗です。3分の 4πr3 乗。で、先に表面積も書いちゃいましょう。こっちは 4πr2 乗となります。で、別にね、ごちゃごちゃ言わずに普通に覚えられるっていう方はそのまま覚えちゃってください。で、やっぱり忘れやすいのは、このね、3分の4をね、4分の3と間違えるっていう子がやっぱり圧倒的に多いかな。そう、なんとなく覚えてる子なんかはそこでミスったりします。で、自分がよく、まあ、言うのはっていうか、表面積って面積でしょ。だからセンチメートルでやった時さ、単位って平方センチですよね。体積って立方センチになるじゃないですか。体積、あと単位つけようと思ったら。で、2乗と3乗分かんなくなったら、その単位と同じ。2乗は2乗ね。半径2回。半径、と3乗だったら半径も3乗するよ、みたいな。で、まず思い出してもらって、で、自分がよく言ってたのは、この 4πr2 乗、こっち意外と間違わないんですよ。なんで今までの経験上ね。だから、表面積1分の4じゃん。で、体積4分の3が3分の4で回ったら、同じく上が4なんだよっていう。1分の4と3分の4っていう風に思い出すきっかけになったら嬉しいんですけど。まあよかったらね、使ってください。ってことで、ちょっとね、回りくどくなりましたが、体積行きましょう。これ待って、体積ここか。もうちょっと下げていい？表面積のがね、計算いっぱいするんで。よいしょ。多分一番下まで下げていけるかな。体積、次は、3分の4、かける角か。π かける r3 乗。r は3ですね。だから3かける、3の3乗なんで、27になります。あ、これは書いちゃうか。で、このままいっちゃいましょう。これは、今、球の体積ね。つまり、まん丸。全部、ボールの状態。
でも今半球だからそれを半分にしなきゃいけないので二分の一をかけてください。半分にしたいからね。でこれで OK。 でまあここ約分して9、ここ約分して2みたいな感じにすれば 18π で単位つけるんだったら体積だから立方センチメートルと、これで OK です。で問題が表面積の方ですね。でやっぱり使うな。ちょっとフリーハンドでごめんよ。よいしょ。こんな感じで表面積は、まあ、見えてるところの面積ですよね。でもともと球の表面積っていうのはボールだから、ボールの周り全部です。ここのまん丸球のまあね、そう周り全部なんですよ。で当然体積と同じように2分の1をかければ半分になるから、それを使っていきます。でそれをまず計算すると 4πr2 乗だから 4πr2 乗サザンが9で、それを半分にしたいから2分の1をかけますと。いい。で先ほどこれ答え出しちゃおうか。2分の1して18π かとなる。でこれを答えに書いて×食らうっていう、そう場合が半球は非常に多い。で、なんでかっていうと、表面積、いつも言うように、見えてるところ全部なんですよ。で、今回、元々の球を真ん中でバッサリ切ったものですよね、半球。で、そうすると、切ったとこの、ここが出てくるんですよ。下の部分、スパンって切った。もともと、全体の2分の1をかけた 18π は上半分、これ頭の部分ね、ヘルメットの。この部分だけ面積を出してる。でも、この下の部分も切り口も見えてるので、ここの面積足さなきゃいけないんですよ。表面積。でも、ここの面積って円だから。で、半径3って分かってるからさ。円の面積は半径かける半径かける π。つまり3かける3かける π だから、それに 9π 足して、27π。入ったか？あ、大丈夫だね。平方センチメートルと。これが答えになります。俺が学校の先生、ね、みんなの担当の先生でテスト作るってやったら絶対半球出すもん、俺。表面積。うん、引っかかるから。っていうぐらいによく、あのね、引っ掛けようと思って先生が出すとこになりますので、半球の、体積、じゃねえや、表面積、出てきた場合は、うわ、これ先生引っ掛けようとしてるって、ぜひね、思って、その引っかかんないように気をつけてね、計算してみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画や再生リストありますので、よかったらそちらもご利用ください。また、右下のアイコンを押していただけると、チャンネル登録できますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。